西暦2092年、繁栄を極めた人類はやがて訪れるであろう落日に向かい、次第に疲弊していくかのようであった。しかし同年、人類積年の夢であった反重力物質ネメシスの発見により状況は一変したのである。輸送、交通、建築などあらゆる分野が飛躍的な進歩を遂げる中、人々が最もその興味を示したのがネメシスのある特殊な使用法による時間渡航、タイムトラベルの実現であった。政府は一般でのこの使用法を禁じ、時間渡航禁止法案を定めたのだが、非合法での渡航犯罪が急増。ついに対時間渡航犯罪捜査局を創設するに至ったのである。
逃げる？どういうつもり？待ちなさい！